福岡市交通局3000系電車は福岡市交通局七熊専用の通勤系電車である。本校では2021年度以降に導入が予定されている 3000A 系についても記述する。2005年2月3日の七熊線天神南駅、橋本駅間の開業時から運転を開始した。従来の空港線、箱崎線とは 建設規格や旅客数に差があることなどから、従来の自局車両とは大きく異なる。2005年度のグッドデザイン賞を受賞し、2006年には鉄道とものカイローレル賞を受賞した。ドイツの工業デザイナー、アレクサンダー・ノイマイスターによりデザインされた。車体はアルミニウム合金製で、片側3箇所に両開き扉が設置されている。扉の間に、 大型の固定窓が1枚廃されている。車体塗装は地色が白色で、上半の窓周りは油山の両線とラインカラーを表す緑色に塗装され、前頭部には黄緑色のラインが入っている。また室見川の流れを表す水色の縞模様のラインが車体下部全体にわたって廃されている。鉄輪式リニアモーターを採用し、車両の商談面化を実現している。 車両の長さは 16,500mm、幅 2,490mm、高さ 3,145mm で、1,000系、2,000系に比べて、長さと高さは75%ほど、幅は90%ほどに抑えられている。地下鉄用車両であるため、先頭部右側には非常用扉が設置されている。全車、電動車の4両編成で、 中央に2両を増結して6両編成にできる。ATO を装備し、全自動運転、無人運転が可能である。ただし、今のところ営業運転においては、先頭部に運転士が乗車し、自動運転を監視する運行形態としており、完全な無人運転は行われていない。制御装置は、全電気ブレーキ付きイベット阻止による、VVVF インバータ制御、また、 外部の行き先表示器は LED 式で上り方先頭車を除く各車両の上り方車両端部窓上部に配置されている。車内車内小断面による空間の狭さを感じさせないように配慮されたデザインとしている。座席はすべてロングシートで座布団と背もたれが一人分ずつ分割されている。通常のロングシートよりも背もたれは高めであり、それに合わせて窓の位置も高い。 座席モケットの色はエメラルドグリーンである。液晶ディスプレイ式の車内案内装置、ドア開閉チャイム、車椅子スペースを設置している。網棚及び中吊り広告を廃止した上、貫通路は広幅貫通路とし、貫通扉は全面ガラス張りで車内を奥まで見通せることでできるだけ空間を広く見せるように工夫されている。室内空間を広く見せるため、 運転室は独立しておらず、胸の高さ程度の仕切り壁とバーにより客室と仕切るようになっている。また、七熊線はワンマン運転であり、最高部車となるときには原則として使用しない運転席を二人掛けの通常の座席とし、乗客が自由に利用することが可能な構造となっている。このときは乗客が勝手に運転台機器を扱うことができないよう、 運転台機器は収納される。運転装置としては ATO での自動運転装置の他に手動制御のための左手ワンハンドルマスコンがある。また、鉄道車両では通常運転台は進行方向に向かって左側に設置されるが、七熊線は全駅が島式ホームであるため、運転台は進行方向に向かって右側に設置されている。 下り側から3100型から3200型から3500型から3600系の4両固定編成である。編成ごとに下2桁の数字は揃えられている。2007年現在、日立製作所、笠戸事業所で製造された4両編成17本が橋本車両基地に配属されている。編成全体、七熊1の天神南駅博多駅間延伸に合わせて 3 0 0 0 a 系、車両4編成の増備が明らかになっている。このうち2編成は2021年9月下旬から10月にかけて搬入され、同年冬に運用開始し、残りの2編成は翌年中に運用開始予定となっている。ありがとうございます。